どうもジョージです。さあ大変お待たせいたしました。今回の動画は前回の ZenFone 3を台湾に買いに行ってきたの続編となります。こちら ASUS から発売されてます ZenFone 3を徹底的に紹介していきたいと思います。ただし日本未発売で台湾で7月12日に発売されたもののレビューとなってますので、そこだけご注意ください。では、今回比較対象としまして、この ZenFone 3とこちら Huawei P9 Lite を比較しながら、この ZenFone 3の良さを皆さんにお伝えできればと思いますので、まずは主観モードで外観の比較を行っていきたいと思います。どうぞ。はい、まずこちらが外箱なんですけども、1点だけご紹介させていただきたいのが、この中身を開けていきますと、付属品、充電ケーブルと、コンセントジャック、イヤホンの耳パッドと、こちらイヤホンなんですが、USB タイプが Type-C となってますので、Type-C のこの充電ケーブルを使うのもいいんですが、後々、売ったりとか、いろんなことを考えますと、これは、この付属品っていうのはできるだけ新品で残したいと個人的には思ってますので、はい、こちら。はい、こちら変換コネクタになってますので、これ Amazon で、数百円で購入できますので、しかも2個入りなので、非常にお買い得かなと思いますので、まずは ZenFone 3を買った際は、この変換コネクタも一緒に購入されることをお勧めします。はい、では外観比較を行っていきたいと思います。こちら P9 ライト 5.2 インチ、こちら ZenFone 3 5.2 インチ、同じ画面サイズとなってます。ともにフル HD IPS ディスプレイを使っております。はい、高さ横幅ともにほとんど変わりません。で、重さも 144g ZenFone に対しまして 147g P9 ライトとなってますので、こちらもほぼ変わりないと言えます。はい、こちらが厚みなんですけども、 ZenFone 3が 7.69mm に対して P9 ライトが 7.5mm となってますので、 P9 ライトの方が数値上薄いと言えます。ほぼ見てる限り厚さに差はありません。はい。ともに OS は Android 6.0 を使ってますので、最新の OS が入っていると言えます。で、メモリーなんですけども、P9 Lite は 2GB に対して ZenFone 3は 3GB。ストレージは 16GB に対して 32GB あります。バッテリーは 3000mAh、ZenFone 3が 2650mAh、カメラが P9 ライトが1300万画素、インが800万画素、ZenFone 3が1600万画素にインが800万画素となっております。スペックとしては ZenFone 3の方が公式で発表されているスペック上は上なのかなという印象です。その他、デュアル SIM スロットを搭載しており、マイクロ SD にも対応してますので、大きな差はないと言えます。はい。どちらの機種も指紋認証に対応してますので、この背面に指紋認証窓があります。ここに指をかざすことで画面ロックを解除できます。カメラの位置は真ん中にあるのか、左上面にあるのか、少しここは違うところです。で、ZenFone 3なんですけども、外観上にも多少影響はあるのかもしれませんが、はい、少しカメラが出っ張っております。このあたりがどう日常生活に影響してくるかというところも気になるところですが、これぐらいの出っ張りだったら特に問題ないのかなと思います。では、指紋認証で画面ロックを解除する速度を測っていきたいと思います。はい。こちら P9 Lite です。いきます。はい。もうほぼ触れたと同時にスリープが解除されます。こちらが ZenFone 3です。では、指紋認証窓に指をかざします。はい。こちらも触れたと同時に画面スリープが解除されます。注意点としましては、サムライ0でもお伝えしましたが、最新の OS に対してスクリーンオフというアプリ、画面をスリープにするアプリがあるんですが、そちらはうまく作動しませんので、そちらだけご注意ください。はい。では、ベンチマークのテストを行っていきたいと思います。P9 Lite の方は前回のベンチマークのテストで出たスコア 52,923 というものが残ってますので、これを基準に ZenFone 3が大きく超えてくるのか、それとも同じぐらいなのか、下回るのか、そういったところをテストをしていきたいと思います。はい。スコアが出ました。61,183。先ほど P9 ライトのスコアがこちらですので、約1万近くのスコアに差が出ております。おー、優秀ですね。これがまあメモリ2ギガと3ギガ。この1ギガの差でこれだけ出てるのか、まあいろいろ要因はあると思いますが、ZenFone 3がスペックとしてアンツのベンチマークでは数値が高い数値を出しましたと。続きまして 3D マークという 3D のテストを行っていきたいと思います。はい。では、テストが終わりました。ZenFone 3、13,928。P9 Lite 11,768 ということで、3D のスコアも ZenFone 3が勝ったということになります。はい。まあ、その他、P9 Lite の、まあ、例えば、フォーカスの速さ。ZenFone 3、ZenFone 3の嫌なところというのは、この戻る、ホーム、タスク、このボタンが P9 Lite は画面内にあるんですが、ZenFone 3に関しては画面外にあります。で、この画面外にあることは画面を広く使うという意味ではいいんですが、ボタンが少し下になりすぎていて、押しにくかったり、または触れてしまったりという誤作動にもつながるような位置にあります。ちょっとこのあたりは個人的には使いづらいかなとは思います。嫌なとこその2。こちらの側面、ボリュームキーと電源キーが少し硬いということが挙げられます。ボリュームキーも電源キーも日常的によく使うボタンですので、ここが硬いというのは少しストレスに感じます。前回の動画でも少し触れたんですが、元々の UI を使ってちゃんと日本語として言語設定はしているんですけども、こちらのフォルダーの名前が少し漢字といいますか中国語で書かれているようなフォルダーもありましたが、そちらの解決方法としましては、ランチャーを日本語対応のランチャー、日本語対応のランチャーといいますか、日本人向けに作られているランチャーを使用すると治るようです。で、僕は LINE ランチャーを使ってますので、そちらでは問題なく、例えば初期の UI でちょっと名前がおかしかったこの時計なんですけども、 LINE ランチャーを入れて表示させるとしっかり時計と表示されてます。これが全 UI ですと、見えますか、時の鐘と書いて時計だと思うんですが、こういった形で日本語設定ね、こうやることリストとか日本語を選択しているんですが、表示が少し中国語のような形で表示されますので、対処方法は日本人向けに作られたランチャーを使うと、この通り時計と表示されます。いかがでしたでしょうか。予想通り ZenFone 3の方が P9 Lite よりもスペック的には上回っていたことが分かりました。ただ P9 Lite に対してもすごく安定感のあるスマホですので、こちらを基準に ZenFone 3が上回ったということは、さらに安定した動作が期待できます。ほとんどストレスもなく使えるはずですので、そちらはこれから使い込んでいって、検証していきたいと思いますが、さあそれを踏まえて一つ考えていかないといけないことがありまして、こちら ZenFone 3台湾版の価格で 27,000円ほどなんですが、以前 ZenFone 2が発売された時は台湾版の価格に1万円ぐらい乗せた状態で日本で発売されました。と考えますと、こちらが 37,000 円でもし日本で発売されたとしますと、 P9 Lite はほぼ3万円。この 7,000 円ほどの差を、このスペックと価格差で、コスパとしてどうなのかというところは、購入される方に委ねられるところなのかなと思います。ただ、見た目の、もちろん好みもありますが、ZenFone 3、この、ガラス鏡面仕上げといいますか、すごく光沢のある、高級感のある見た目でもありますし、スペックが魅力的っていうところもあるので、この 7,000 円、4万円を切るというところが安いのか高いのかというところは、今後考えていかなければいけないと思います。ただ、もうほとんど冒頭にも言いましたが、言うまでもなく、これは優秀機として、これから2016年度のスマホ業界に食い込んでくるのではないかと予測されます。この動画を見ていただいて、さらに ZenFone 3に対して興味を持っていただいて、ワクワクドキドキしていただきながら、発売日を待っていただければなと思います。またその発売されるまでに、この ZenFone 3をいろいろ使い込んでみて、メリットデメリットということもまた後ほどご紹介したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。